いやー、高知に旅行来たもんはええけどさ、どこに行けばいいか全然分からん。あ、すいません。はい、失礼しました。いや、あの、高知に旅行来たんですけど、ほう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 、おすすめのスポットってあります？あ、おすすめですか？はい、だとしたら、すぐ近くの広見市場とか、あそこにも高知城があったり、8月になったらよさこい祭りってのがあるんで、そこはすごく目玉やと思います。よさこい祭りって、北海道の方でやったら、よさこいソーラと一緒のやつですか？よさこいソーラと一緒のやつですか？ふざけんな！確かにね、1990年に北海道のよさこいソーラン節が世によさこいを広めたきっかけかもわからんよ。ただ1954年に福島の阿波踊りというのが、それが対抗して高知に行ったのが始まるんだよ。それが世界に広まって伝統的な踊りとか違うけど、それの発祥は高知っていうのなんでわからんの？正解だよ。はい、わかった。じゃあ、あとお教えキャラではないですか。なんかこの石像になってる人おるじゃないですか。これ誰なんですか？あ、これ坂本龍馬さんかね、これは。坂本龍馬って何したんですか？何もやってないんじゃないですか？は？ふざけんな！確かに坂本龍馬さんが教科書からのけられるかもしれんとかっていう説は浮上しとったよ。はい、ただあの人は日本の幕末期において多大なる影響を与えた人よ。はい、一番有名なんだって薩長同盟、今まで神山社長だった人、今まで日本では考えられなかったことを革新的に発明した人。なんでその人がわからんのや。ふざけんな、覚えとけよ、勉強してこよ。勉強になります、すごい。まあ次教えたから。じゃあ、はい、ありがとうございます。あなた、おーい、今日の晩ご飯カツオにするからね。わーい、持ってくわね。ありがとね、どうぞ。あなた本当にカツオのたたきが好きね。いただき、私も食べるからね。おい、どうしてお前これ、どうしてお前これ、薄切りにした。薄切り、え、薄いかな。カツオは薄切りじゃなくて厚切りだ。そうかな。まあまあ、でもせっかくのカツオですし、いただきましょう。じゃあポン酢でいただきましょうか。なんで一発目からポン酢いくんだよ。高知のカツオは新鮮だから、まずは塩たたきでいくだろ。塩ね、塩で食べればいいのね。申し訳ない、本当にのけて。おいおいおい、何やってんだ。え、何のけてんだよ。ネギとかと一緒に食うんだよ。薬味だ、薬味、わさび、みょうが、生ニンニクをのっけて食うんだよ。なんでお前何にも知らないんだ。え、もう、じゃあ一人で食べてください。そういえば高田ってさ、うん、高知出身やったよね。あ、そうそうそう、高知出身ね。うん、高知ってどんなとこやろね。でもなんかゼヨンって、ゼヨゼヨ、めっちゃゼヨのイメージやな。言っとるじゃん、ご飯ゼヨ、ご飯ゼヨ、いつ行くぜよって。え、実際ゼヨって使ったりする高田？いや、全然ゼヨなんか使わんよ。どうなん？あ、そうなん。実際高知県民で使う人って少ないよ。ほんまに意外やったね。意外よね。高知弁はもうね、なんかようわからんな、食材か。あ、言葉なんか、なんか確かに高知弁は馴染み深いではないよな。え、タカト、高知弁ってもっと教えてよ。お前ら、高知の方言は旗弁と土佐弁しかないがやきよ。高知弁なんて言葉は何や、方言しとばけ。行くぞ。ちょっと待ってよ、こいった、楽しみながやけんだ。かわいいな、お前。この上で、うん、うわぁ、綺麗な星空。かわいいな。いやぁ、まっことええやか。マジあち。え、なんかこんなとこにいっぱい南京錠あるがやけんど。愛がいっぱいやな。愛？じゃーん。俺らも永遠の愛誓おう。え、熱々やか。一生外れね。まっこと熱いちや。心のふさぎ。あっち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 。え、ひとっちゃんかっこいい。中止と。お、いった。せっかく高知に来てくれたんでね。はい。いろんな高知の文化とかに触れてもらいたいと思ってるんですけど。あ、ぜひ。ヘンパイって知ってますか？いや、ちょっと。
と存じ上げてないですけど。知らないですか。はい、僕がこれ一気するんで、はい、であなたもその後僕のグラスで一気するっていうのが変杯なんですよ。変杯。え、一気ってことですかね。あんまり無理しなくて、すっごい、わ、これがコーチの方の飲みっぷりか。ではお次で。え、いや、僕はちょっと、大丈夫、一気みたいなものはごめんなさい。僕ちょっと、いや、ごめんなさい。いや、本当のやつ。あ、はい、すみません、僕ちょっと変杯。はい、コーチに来て変杯断るってどういうことですかね。え、どういうことですか。いや、断るですね。いや、今回の話はなかったということで。え、そんな、ちょっと、いや、怒んない。いいね、めちゃめちゃ面白かった。首がハクンってなる感じが、あの角度なかなか出せんで、出せる、なかなか誰でもいける。あ、そういえばさ、うん、タカトって高知出身だったよね。あ、そう、実はね、高知出身。確かにね。えお前ら高知の方言はハタペットとサメしかないゲーキや。声が飛んどる、多分飛んどる、マイク飛んどる、多分。あ、ふざけんな。ちょっと、なんでそんな可愛くやりたい。いや違う、結構さっきのそんな感じやな。いや、のけちゃダメなんだよ。カツオは薬味と一緒に食うんだよ。コーチはそういう食べ方なんだよ。あ、ついに我慢できずに食べてる。うめぇ。クランクアップかどうか分からんぞ。塩足り、ちょっと絶対辛い。大丈夫。振り下ろしていこう。大丈夫。辛い。辛い。辛い。マジ辛い。